穂村さんなら寝てるで。起きてると腹がすくからって言ってたな。臨時収入のお金でこんなに肉を買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ほらもうこのまま、むしゃむしゃ寝かせておいてあげましょう。むしゃむしゃ。ヨミお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、おいしい？おいしいかおいしくないかは問題ではありません。お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。はあ、アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おや？あれは何でしょうか。何か不思議な光が。マミちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ、私にも見えちゃってるんだけど、何なのこの光。肉、マンモス肉。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私に説明しろ。ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて、その光に吸い込まれたらこんなことになっちゃったの。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。未来夢でも見てたんじゃないか。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢か。もしかして私が夢を見ているのか。ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ、出ておいで。山盛りのお肉たちよ、お願いだから出ておいで。ホムラちゃん、残念ながらこれは現実よ。なんだと。皆さん、誰か来ます。えらい殺気やな。わしらとやり合おう言うんか。どうすんの、ホムラ。無論、やるに決まっている。殺気に対しては殺気で答える。それがホムラ愚連隊だからな。